にちは、とうこママです。小さい頃からケーキを作ることが好きだった長女がお菓子教室に通い始めました。プロの先生に技術を学べるのは嬉しいことです。ケーキ、あ、そうだ、お菓子に食べる、宅配便です。手洗った人からだよ。ケーキが作ったケーキがあります。夕方5時、晩ご飯を作り始めます。最初に作るのは高野豆腐の煮物。高野豆腐とは豆腐を凍らせて乾燥させた保存食。まず高野豆腐をお湯で戻します。ふだよ、おいしい。醤油つけて食べる。高野豆腐と一緒に人参と椎茸を煮ます。高野豆腐はタンパク質や大豆イソフラボン、たくさんの栄養がぎゅっと詰まっているので、子どもたちに食べてもらいたい食材の一つ。高野豆腐は出汁を楽しむ食材です。今朝昆布と鰹節で一番出汁を取りました。出汁を2カップ鍋に入れます。みりん大さじ2、酒大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ2。まず人参と椎茸だけで10分ほど煮ます。これは出汁を取った後の昆布と鰹節。これを使って銀歯出汁を取ります。水を入れて火にかけます。高野豆腐が柔らかく戻りました。手で優しく水を切って鍋に入れます。この後また10分ほど煮ます。中火で5分ほど煮たら昆布を取り出します。火を消したら鰹節を追加して2分ほど置いておきます。この二番だしを使って今日は味噌汁を作ります。味噌汁の具は大根と人参。出汁をこします。最近は出汁パックや粉末出汁に頼ることも多いですが、カツオと昆布で取った出汁の味は最高です。
せんの。え？おいて、ここも。人参と大根が柔らかくなったら味噌を研ぎます。続いて麻婆春雨の下ごしらえ。きくらげを水で戻します。麻婆春雨に入れるネギはみじん切りにします。小口切りにしたネギは味噌汁に。ニンニクと生姜はみじん切りにします。きくらげの硬い部分は切り落とします。コリッとした食感が美味しいきくらげ。乾燥きくらげは中華丼や中華風スープなどいろいろ使えるので常備しています。これは食べるところ。ここに、袋もあって。もうよくできてるじゃん。これは外の、続いて鶏もも肉のおろしポン酢を作ります。簡単で美味しいので、我が家の定番の一品です。鶏肉の脂身を切り落としてから好きなサイズに切ります。鶏肉に塩をひとつまみ、下味をつけます。大根をすりおろします。右のフライパンで鶏肉のおろしポン酢、左のフライパンで麻婆春雨を作ります。鶏肉には小麦粉をまぶします。小麦粉をまぶすことで大根おろしとの絡みが良くなります。これ皮を下にしてこうやる、はい、麻婆春雨の調味液を作ります。水 400ml に鶏ガラスープ、砂糖、醤油、オイスターソースを入れます。春雨は別茹でせずにフライパンに一緒に入れます。春雨入れます。美味しいやつです。
春雨を入れて柔らかくなるまで煮ます。ポン酢と大根おろしの組み合わせがとっても美味しい鶏肉の大根おろしポン酢、完成です。春雨が柔らかくなりました。おっと、白ネギを加えるのを忘れていました。一煮立ちさせたら水溶き片栗粉でとろみをつけます。口に入れると美味しい出汁がじゅわっと出てくる高野豆腐、食べるのが楽しみです。子どもたちが大好きな麻婆春雨、喧嘩にならないように今日はたっぷりと作りました。ご飯と二番だしで作ったお味噌汁も盛り付けます。ご飯が揃ったのでみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。キノコ入ってんだって。これでいい？美味しい？あと何入れたの？うん、それ大根おろし。美味しい？大根おろし。もう一個。開いた。うまいでしょ？クラゲだ。マゴハルさん、おいしいね。木に住んでるクラゲ。クラゲ。クラゲ。これさ、食べてよ。おいしいから。みんな大好き。こういう甘いのよ。だしが今日ね、おいしいのよ。はい、はい、あー。違う？おいしいっしょ。おいしい。マゴハルサメ。うん？
何？ふりかけてな。ふりかけ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。